こんにちは。今回は韓国ソウルへ1泊2日の弾丸旅行へ行ってきました。韓国語で弾丸旅行のことをトッケビヨヘンっていうのですが、そうです、あのコンユが出ていた有名なドラマトッケビの鬼とかお化けとかいう言葉をもじった言葉です。皆さんも馴染みのある言葉だと思うので、ぜひトッケビヨヘンカジャーって感じで使ってみてね。ではさて、今回は久しぶりに羽田金浦の飛行機を使ってみましたよ。コロナ前はね、この路線でしか行っていなかったんですが、本当に久しぶりです。何しろ飛行機代が高くなっちゃったでしょ。なのでね、本当全然行けてなかったのですが、本当久しぶりです。出発前に時間があったので、カード会社のラウンジに少しだけ寄って休んでいきました。ラウンジ自体はね、そんなに広くもないし、ちょっと薄くらい感じで、あんまりね、いい印象はなかったのですが、おトイレがね、綺麗だったので、ぜひね、ここで寄るのをおすすめいたします。こんにちは、皆さんこんにちは。今日からね、1泊2日で弾丸で韓国ソウルへ行ってきます。今8時、45分ぐらいなのかな、9時の足穴で、もうね、久しぶりに羽田出発で行ってきます。羽田金浦着です。すっごい人です。なんかね、他の航空会社のところは列が少ないんですけれども、ソウル行きのここの足穴だけめっちゃめちゃ混んでいるんですね。それだけあの韓国に行く方多い、人気があるってことですよね。さてどうなるんでしょう。春休みもね、終わったから空いてるかななんて思ったんですけれども、そんなことなかったです。すごい人です。で、現地にあのもうお友達が先に行っていて、向こうで待ち合わせしているんですね。なので今回は荷物を預けずに機内持ち込みで、もう降りたらすぐにあのお友達の方に向かっていきたいと思います。では行ってきます。カチャさて、こんな感じで出発前ってワクワクと、あと落ち着いてっていうね、緊張感とで少し早めに着いておくのがやはりいいですね。今回足穴なので機内食も出ましたよ。でも着いてからね、たくさん食べたいでしょ。だから半分ぐらいにしておきました。そして今回早めに出たかったので手荷物だけにしたんですが、入国審査にね、なんと1時間弱かかって、出た時にはもうね、荷物がターンテーブル回っていたんでね、あまりね、意味がなかったです。また金浦からの空港バスもね、まだ復活していないんですね。なのでソウル駅までエレックスで出て、そこからね、あの地下鉄なんかに乗り換えて、いろいろとね、移動していると本当にね、ヘトヘトになってしまって、そういうのを考えると、インチョンからの移動の方がバスが使えるのでかなり楽ですね。
猫が、汚い猫だな。だってあれ何年前、もう15、6年前、うん、
だよね。あの頃が、そう、あの王子的なイメージもないから。本当だね。ファンミー貧乏になっちゃうね。そう。うん。キョンポップンがこちらまで。どうやってまた切ろう。本当に困る。こう。なんか変な切り方。怖い。口切っちゃう。怖い切り方かもしれない。うわあ。見て。小さい金猫だよみたいな感じで。さ、下に置いた方が良かったじゃん。テーブル危ないよ。そうか、危なかったから。こう、うわー、怖い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 。うわー、うわー、なんかホラーみたいになっちゃった、ね、中がさ、ピンクなのね、うん、そうなの、なんだろうね、これね。いちごってこと？何入ってんの？うん、ボトいちごかな、うん、ちょっとなんかジャムみたいなの入ってる。いちごって感じ。うん、この赤いのなんだろうね。しょ、うん、おいしい。手で喋っちゃった。うん、私パンツひどやばくない？これちょっと下見たら笑える